で最後はみんなあの夏の思い出って2回繰り返した後はみんな自由にバーンと吹いちゃって勉強したら自分でこうあのメロディーが同じでも雰囲気を変えたりすることもできるね。だからまあ今日はちょっとなんかこう遊びのような感じで歌作ったけど、歌作るときはこんな感じでやるんですよ。楽しいでしょ。気軽にみんな音を鳴らして、それであの自分で言葉を書いて載せる。で言葉もそんな難しく考えなくても、花火とかさ、ジェットスキーとかさ、バナナボートとか、なんか自分の中でのキーワードっていうのかな、言葉を載せる。それだけでも歌詞ができた。じゃあ、今日はこれでおしまいね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっと楽器は、みんなちょっと順で元に戻して。いつも何やってるの？俺いつもあの駅で歌歌ったり。あ、仕事はね。なんか作ってる歌、今作ってる歌ってね。あ、今ね。お客さん何人くらいいるんですか？お客さん、そうね。